ちいってば。なんでここまでおいで。楽しかった。こんなに走ったの生まれて初めてかも。水だ。喉カラカラ。でもこれ飲んでもいいのかな。海空。おいちい。ちい、大丈夫？おいちい、おいちい。そういえば、動物が食べているものは大抵人間も口に入れて大丈夫なの。小鳥が飲んでいたからきっと平気だ。冷た。おいしい。はあ、お腹タプタプ。ポンポン。お水飲んだらトイレ行きたくなっちゃった。ちいちい、行きたい。でも、トイレなんてないよね。はい。あそこら。ちい。ちい、おしっこしてるの？僕も。初めて。何？うわー！蛇だ。気持ち悪い。なんだ？うねうねきてるね。この道を行かないといけないのに。これで。困ったな。あ、そうだ。困った時は発想を変えればいいの。困ったら発想を変えるんだ。そのまま進めないならジャンプすればいいんだ。ち、大丈夫だからね。滝の入り口だ。結構すぐ着いたね。ここを登るんだね。いやー、行こう。ち、よし。1、2、30、31、32。
チーチーもうダメだ。大丈夫？もう疲れた。もう歩けないよね。そうだ、あれ、なんだこれ、変だ。大丈夫だよ、おとなしくして。恭平、よし、行こう。煮込みに時間かかっちゃうけど。二人とも何してたの？そうだ、いいこと思いついた。いただきます。おいしい。煮るのに時間がかかるなら焼けばいいのね。発想を変えたんだ。傭兵すごいじゃないか。みんなで取ろう。こうやってこうやってこう、これでよし。3、2、1。にゃー、おいちいち、たのちいち、ここ最高だ。ひひ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 、あれ、ひひひひひ、あれ、待て待て、捕まない。
そうちもう一回だ。みゃ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 から見てりゃ。お。にゃ。え。ここだ。お。ゴー。ゴー。黒いのだ。すっげー。ま、否定はせんがな。あいつらを捕まえるにはコツがいるんだ。お前らレッスンが必要なようだな。しーレッスン食べる。レッスンは食べ物じゃない。レッスンってのは特訓のことだ。あ、そうだった。なんだかまた忙しくなりそうだね。今日のレッスンはハードルが高い。なぜならば大人猫でも鳩を捕まえることは難しいからだ。あの獲物鳩って言うんだ。厳しいレッスンになるが、挑戦する覚悟はあるか。あい。よし、いい心構えだ。では行くぞ。レッスン1、1話のやつを狙え。いや、鳩ってやつは群れでいる時を狙ってはダメだ。群れから離れている一羽のやつに狙いをつける。はい。なるほど。あいつとぼけた顔してるな。あいつ捕まえる。お。ハエ、どこ行った？ってお前何やってんだよ。ハトってのは他のハトのところに集まる習性があるんだ。難しい。次は俺様の番だ。またあのとぼけたやつだ。よし、チャンスだ。行くぞ、オッチ。うわぁ、群れから引き離すんだ。チー、当選棒だ。にゃぁ。おら、にゃぁ。な、
夢見てたのに。今だ。身が。なんで俺様の動きが。負け負け。お。なんでうちのわかる。一羽に追い込んでもこのままじゃ捕まえられんぞ。あとは俺たちと違って後ろも見えるんだ。マジか。俺たちは前しか見えないが、あとは前を向いていても後ろが見える。さらに後の首はあそこまで回るんだ。そう簡単にはいかないな。道は険しいぞ。次のレッスンは。いや、はい。どこ行った？ここだ。うわ。レッスン2。この影に身を隠せ。さっきも言ったように、あとは自分の後ろが見える。だから物陰に隠れながら追いかけるんだ。はい。よっしゃ、今度こそ捕まえてやる。大丈夫、バレてないぞ。はい。あと一歩だ。追い詰めるところまでは完璧だったぞ。こうなったらとっておきの技を教えてやる。トン！レッスン3！ 太陽を背に斜めにジャンプ。奴らの目がくらんでいる間に直角に落ちて鋭いエコパンチだ。うおー！ここからこういってこうだ。すげえ技だな。すごい。どうだ、できるか。やってやるぜ。よし。おお、どうだ、絶対キーの勝ち。そんな時はレッスン4。飛んだら諦めろ。やれやれやれ、キー捕まえる。負け負け、ハト。待て。おい、お前ら。まったくまだまだ子供だね。
みんなで公園で遊ぶって。やれやれ、4匹でいたずらする気だな。次回チーいたずらする。ワクワクだなチー。にゃあ、あっち向いてほいや。